どうも、龍太郎です。今日はね、今自分がシャネルで欲しいものを、まあ、主に2つあるんで、その2つを紹介していこうと思います。皆さんに今日はね、まず1つ目、ロングパールネックレスなんですけど、そのパール1個1個の間がちょっと離れてるパールの長いネックレスが欲しくて、で、そもそも今日なんでこの動画を撮ろうかと思ったというとね、自分のいつも見てるアプリで、そこでめっちゃいいロングパールのネックレスがあったんですよ、1個。で、しかも安くて。でも、自分はちょっと欲張って、なんかその、なんだっけ、リクロっていうアプリっていうかサイトなんですけど、そこ結構安くなるキャンペーンとかクーポンとかよく配ってて、で、それ6万4千なのに、さらに何かを自分はね、その欲張って、まあ、5万切って買おう、みたいな。で、そのサイトって、誰かがカートに入れると、今何名がカートに入れていますって出てくるわけ。それで、そのロングパールネックレスはさ、誰もカートに入れてなかったのよ。それ見っけたのがね、多分1週間前ぐらいちょうど。それで、あ、誰もこれチェックしてないんだ、みたいな。しめとか思ってて。で、一週間経って。まあ、毎日ちゃんと見てたんだけど、今日チェックしたら、ソールドアウト。売れてたわけ。はぁ、あ、せっかく買おうと思ってたのに、と思ってさ。で、一回買おうと思うとさ、やっぱ人間欲しくなるじゃん、それが。っていうことで今日動画撮ってますね。いやー、ネックレス良かった、本当に。で、それ同じタイプを探してもどこにもなかったんですよ。もう結構隅々まで見ました。メルカリも全部チェックして、ラクマも全部チェック、ヤフオクも全部チェック、インターネット上で、ロングパールネックレス、ヴィンテージとか調べても全部見て同じ型がなくて。でもそのリクロっていうところは鑑定されたものを売ってるところだから、公式品ではあるはずなんです。で、ちなみに、刻印はなくて。まあ、刻印がないと偽物って思う人もいるかもしれないんですけど、その、刻印のさ、ちょっといつだったかっていうのをパッて今嘘をつけないから言えないんだけど、その時期の、その刻印がないやつと刻印があるやつっていうのが、同時にあって、その、刻印がある方が、ビクトワール・ドゥ・カステラーヌ製で、刻印ないものが、デザインチームの作ったものっていう風に分類できてて、だから、まあそんな刻印がないことはどうでもいいんですけど、いやーめっちゃ良かったんすよ、それが。多分もう画像も見てもらったと思うんですけど、いやー欲しかった。長さもめっちゃいいし、何よりも、まあリクロチェックしてるとき、いつもチェックチューチューチューって見てて、で、いつもなんかパッとしないなーみたいな、思ってたけど、それを見た瞬間、はっ!って思って、で、自分がつけてるところ想像できたんですよ。だから、いやー欲しかったなー、さっさと買うべきだった。いやー6万浮いたけどさー、ココシャネル本人もさ、つけてるよくあんじゃん、このペー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 って何重かつけてるやつ、あれのパールもさ、あの密着してるタイプのパールじゃなくて、ちょっと一個ずつ離れてるパールのやつ着用してたんだよね。そう、それを見てもまあいいなと思ったって話ですね。いやー欲しい。はい、では私が今欲しいシャネルのもの、2点目、2点目は、ココクラッシュのブレスレットでございます。このココクラッシュのブレスレットで、いやまあ、ココクラッシュだけに言えたことじゃないし、シャネル全部に言えることなんですけど、年々値上がりしてるんですよね。で、ちょうど今ね、手元に、これいつもらったやつだったか忘れたんだけど、シャネルの、ココクラッシュの、やつかな。ほら、ココクラッシュのね、カタログみたいなやつがあるわけ。ちょ、中はあんま見せられないんだけど、このね、まあ、いろいろ載ってて、プラスで値段が書いてあるわけですよ。で、自分の欲しいさ、ココクラッシュのブレスレット。89万6500円。なんです。これいつのものだったか忘れたけど。そう、わかんないんだけど、
まあ、こっちでは89万となっているんですが、今現在のココクラッシュのそのブレスレットの値段は92万だったか94万だったか、ちょっと画像ポン乗っけておきます。はい、なんですよ。チューがね、こういうのもくれてたんだけどな、シャネルさん。この動画撮ってる経緯、さっきもちょっと言ったんだけど、まあ6万円のさネックレス買えなかったわけじゃん。でも考え方を変えるとさ、まあめちゃめちゃ欲しかったけど、まあ6万円浮いたじゃん。じゃあ何に使うかって考えた時に、あ、このブレスレットのために貯金だなと思って、あ、じゃあ欲しいものでもみんなに伝えようと思って、うん、それで今動画撮ってるよ。いやー、ブレスレットめちゃめちゃ欲しいですね。正直ブレスレット1個にね、100万円近い値段なんてとは思うんだけれど、いやでもせっかくね、ココクラッシュのリンゴをベージュゴールド買ったし、あ、ごめん、色言ってなかったけど、そのブレスレット、ベージュゴールドなんです。この手に、この手のここに欲しい。そのブレスレットに、まあ、壁ダイヤだったりとかつけているとプラスね、数十万とかになるので、もう本当にゴールドの、ベージュゴールドのもの、ベージュゴールドだけでいいので欲しいですね。でも本当にね、値段が上がるわけ、すぐ。どんぐらい大きいっていうのは本当に多分ランダムだからわかんないんだけど、値段がね、下がることはないわけよ。だから、もうお金貯めて最初に買うのは決めましたね。ココクラッシュのベージュゴールドのブレスレットが欲しいですね、めちゃめちゃに。今年はこの2つかな。去年なんかはカバンを買おうと思ってたんですけど、大きめの。でも大きいカバン買っても入れるものないし、正直今のもう何回も何回も紹介してる、あ、もうこのこれで十分なんですね、ぶっちゃけ。ちょっとこれ今ついてるけど、パール、偽パールがね。そう、これね、もう動画撮った後なんですけど、この動画を、この動画の時はね、めちゃめちゃ褒めたんですよ、これ。でもまだどこもつけてってないですね、横のボリュームがちょっとね、膨らむのが嫌かなってもちょっと思ってます。まあでも、これは置いといて、そう、カバンが欲しかったって話か。そう、カバンなんだけど、何が欲しいかっていうとね、前の担当の人がさ、結構これ絶対似合うと思います、ぜひ買ってほしいですってすごい言ってた、あの 2.55 って呼ばれるモデル、そのシャネルがもう使ってたカバンを元にしたっていうか、まあ、ほぼそれのもう元祖みたいなカバンが自分は欲しいですね。まあ、マトラッセって呼ばれる、なんて言うんだっけな、ごめん、ちょっと正式名称忘れしちゃったんだけど、まあ、そのマトラッセって呼ばれてるカバンとかもいいし、もちろんね、まあ、あとはガブリエルだったり、まあ、ちょっと変わり種とかでもいいんだけど、まあ、ボーイシャネルとかもいいんだけど、まあ、やっぱそのね、前の担当してくれた人が念入りに結構押してくれたから、まあ、それいいなって思ってますね。いや、帰ってきてくれ。服もね、もちろん、服の話もすると服も欲しいんだけど、ブレスレットを買うとなると、ちょっと現実的ではなくなってしまう。服ってさ、ぶっちゃけの話するね。この前、ファレルのさ、そのファレル・ウィリアムズっていう、その黒人のラッパーというか、ミュージシャンの、あれ、いつだったかな、2010、まあ何年か、8か、789どれかのランウェイで、そのファレルが着用してたっていうジャケット買ったんだけど、もう動画の撮影でしか着てないの、あれは。まあ言うてさ、あれ定価高いけどさ、まあ二次流通だからさ、まあその半額以下では買っているんだけれど、にしても定価が、90万ぐらいって言ったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、まあその半額以下ぐらいだから、ちょっとまあ、ね、させてくれなんだけれど、服って着ないのよね、正直な話。高いもん買っても、もちろんお気に入りの服っていうのはあるだけでも嬉しいし、で飾っといたりとかもできるんだけれど、それでもさ、見てこの人たちを、もういつでもいます、これ。ちょっと仕事の時は外してるけど、彼いつでもいます、仕事の時は外してるけど、もうプライベートではいつでもいます、この人たち。
しかもさ、ちょっと聞いてくれ、あと。はい。真珠ガチャをしたっていう話を違う動画でしたんだけど、で、この指輪、これ、真珠の、これ出た瞬間、うわって思ったけど、なんだかんだずっとついてます、これ。もう新しい、あれです、スタメンです、これ。たった1000円のものがね、ずっとここについてるのに、数十万で買ったもんがそこにずっと飾ってあるわけ。やっぱアクセサリーなんかと思ってさ、最近の考えね。服も着れていいんだけれど、毎回同じ服ってわけにもいかないし。まあ、アクセサリーだってそうだかもしんない。毎回同じわけにはいかない。いや、行くんだよ。アクセサリーは毎回つけてても完璧。もうブレスレット買ったらもうブレスレットはずっともうここにいると思う。それに90万だったらなんか払えるなって思っちゃってさ、今日。だから、服よりもブレスレットをちょっと優先して買おうと思ってる。買う優先度は、自分が欲しい優先度は、ブレスレットが1番、2番がロングパールネックレスなんだけど、ロングパールネックレスもさ、やっぱ合わせとかあるじゃん。まあ、この格好の時にはこのアクセサリーだなみたいな、軽くはあるわけ。自分の中でね。まあ、でもこの手のやつはもうほぼ固定なんだよ。だからここにね、スタメンに、ココクラッシュのブレスレットが来たら最高やなと思って、素敵やなって思ってるんだよね。だからめちゃめちゃ欲しいです。で、あとは、シャネルじゃない話もすると、ちょっと欲しいなと思ってるのが、まあ、ずっと欲しいと思ってるものっていうかな、クロムハーツのクラシックオーバルっていうベルトは、もうずっと欲しいですね。もう高校3年生ぐらいからずっと憧れてます、あれ。買ってないけど。男が身につけていいアクセサリーは、クロムハーツだけだ。って、カール・ラガーフェルドも言ってました。まあそのベルトで言うとさ、やっぱりもうシャネルのベルトも欲しいんだよね。シャネルのベルトもやっぱり欲しいけど、まあ十数万ぐらいしちゃうよね。で、そのクラシックオーバルも、まあ新品で買ったら20万ぐらいかな。まあ中古でもいいんだけどね、全然。あとはさ、シャネルのフェイクパールもいいんだけど、本物のパールだったりもちょっと興味がありますね。まあそれこそ三木本ぐらいしか知らないから正直。なんだけど、フェイクパールいっぱいの中に本物が1個みたいな感じにもね、ちょっと興味があるので、三木本のパールもちょっとね、そのうち紹介できればいいかなって思ってます。購入したらね、もし。でもやっぱり、本物のパール三木本よりもフェイクパールシャネルの方が自分は、ね、このチャンネル的にも推しているので、シャネルでいろいろ買ってもろもろ揃ったらちょっと本物のパールにも手を出してみようかなと思っています。だから今年も頑張ってちょっとずつだけどいろいろ欲しいものが買えればいいなって思ってます。本当に。ぜひ応援してください。登録者もね、続々増えてきて、で、コメントもね、読ませていただいて、返信もさせていただいております。みんなありがとうね。本当に。とても嬉しいです。これからもね、皆さんの期待に添えるように楽しい動画をお送りしていこうと思うので、よろしくお願いいたします。と、今日はまあまあ喋りました。多分20分ぐらい喋ってますけど、編集したらどうなんだろうね。というわけで、今日はここまで。見てくれてありがとうございます。それでは皆さん、さよなら。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。そして高評価もよろしく。インスタグラム、ツイッターもやってるのでよろしくお願いします。また見てね。お願いします。